さあ今日は桜の話題をたくさんしていったんですけれど、はい、みーちゃんはどう？最近桜とか咲いているの見たりした？河津桜も結構見て、ああもう満開だと思って次見たら葉桜になったりとか早いね早いですよねやっぱなんか桜ってどのお花よりもすごくこう短い期間なイメージあるよね。確かに。でもだからこそ皆さんすごく楽しみにされてて、なんかその儚い美しさみたいなのに惹かれてますよね。だからこそのこうみんなこう、絶対注目するそうですよ、ね、ものなのかもしれないよね、はい、逃したくないって感じですよ ね。いやただね今日はこう晴れているところも多いので、はいね、こう皆さん桜を見に行ったりですとか、あとは日に、ね、当たりに行ったりですとかそういう方も多いかもしれない、さあそしてそんなね、桜のお話ししたんですけれど、はい、リポートをご紹介していきたいと思います。東京都目黒区の方からいただいたんですけれど、今日の目黒区の方も3月20日が開花予想ということなの で、こちらも、ね、もう咲きそうですよね。ですね。これはもう今日中に咲くのか、それとも明日咲くのかちょっとね微妙なところなんだけどね、うん、もう咲きそうということで、いやなんかこう東京の桜今年は見たいとかある？見に行きたいです。そうだよね、関東で春迎えるの初めてなので。そっか、そうだよね、はい、なんかおすすめのお花見スポットとかありますか？難しいな結構行くのは六本木あたりの、はい、そう、そこら辺に行くことが結構毎年。桜並木ですか？そう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 、そこら辺行くことが多いし、あとでもこの目の前の桜の木もすごく綺麗に。そうなんですね。そう、咲くから楽しみにしてて楽しみです。4月からはもうほぼ毎日出勤するので、ちょっと皆さん楽しみですねさあそんなちょっとね桜の話題もしていけましたが、もう間もなくコーヒータイム始まりますが、はい、コーヒータイムでも、まあ、桜もそうですしお天気も気になりますね。はい、そうですね。東京は今日が開花日ということで、一緒に靖国神社の桜のライブカメラも見て開花するかどうかも一緒に追っていきたいと思います。そしてお天気も今日は北日本で雪やみぞれが降っているところも多いということで、そちらも見ていきたいと思います。はい、ということで皆さんこの後のウェザーニュースライブコーヒータイムもご覧ください。この後みーちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。